3月13日に浅草で行われたアクアリウムバスへ行ってきました。会場に午後2時くらいに着きました。約1000人の人が並んでました。まず女子生き物ラボのゆきおさんのブースへ行ってきました。 YouTuber のゆきおさんです。写真を撮ってもらいました。次にタロックさんのブースへ行ってきました。イエアメガエル、アイフィンガーガエル、クランウェルツノガエル、オタマジャクシを大きく育てられる餌も販売されてます。チーズペットチャンネルをご覧の皆様、いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回緊急で皆様にご報告したいことがあって今動画を回しております。チーズペットチャンネル、なんと2022年ハマレプでのタロックさんとのコラボが決まりました。出させていただく商品はこちらになります。こちらのトートバッグですね。トートバッグ、タロックさんって書いてあると、あとこちらの普段今僕が着ている T シャツもあるんですけれども、こちらの T シャツですね、タロックさんとのコラボということなので、こちらロゴの方入っております。実際に皆さん遊びに来てねー。